おい、うるせんで行くぞ甲子園。はい、ルーキーですね。はい、冬に見たくなるアニメランキングが発表されまして、うん、こちら、うんうん、女性がだいたい6割ぐらい、うん、男性が4割ぐらいのアンケートなんですけど、はいはいはい、ちなみに2位が、うん、夏目友人帳、うん、ホワイトアルバム2、うん、ユーリオンアイスと、すごいね、なりました。うんうんうん、僕これホワイトアルバム2だけ見たことある。ああ、夏目友人帳ない。僕ないんです実は。へえ。なんかその妖怪みたいなのが出るのは分かってます。そう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 、結構泣ける話とかもあってね。ああ、そうなんですね。そう、オムニバスというかね、うん、毎回出会う妖怪っていうのが違って、うん、ああいいですね、うん、おもろいですけどね。ユーリオンアイスね、うん、1位が、うん、ゆるキャン。お、なんかあんまり冬のイメージなかったんですけどね。え、あれかな、炎とかそういうことかね、あったまるとかなるほどね、物理的なね、うん、暖を取るという、まあ、冬キャンプとかもね、まあ、なくはないけど。でもなんかさっき、まあ、過酷よね。何、あのなジャケシャみたいなのなんて言うんでしたっけ。んキービジュ。あ、キービジュそうそうそう、キービジュキービジュ見たらなんか結構あったかい格好して冬っぽい格好してたのがあったんで、まあ、そういうのもあるのかなと。そうか、これ女性6割の割には、まあ、半々ぐらいなんですね。確かに両方見んのかね、ゆるキャンってね。なんか見やすいんじゃないですか、やっぱり、うんうん、女性目線でも、ね、可愛い女の子がね、うん、出てるのも女性見ますしね。たいしさんは冬と聞いたら、うん、冬、冬ってさ、でもさ、夏とかってさすぐ出てくるやん、はいはい、野球とかさ、確かにね、水泳とかさ、いろいろ作品的にはあるけど、冬ってってパッて浮かぶものなかったんだよね。もうフェイトゼロ。おお、うん、冬木だしねなるほど、センチ冬木だし、そういうことか、うん、フェイトステイナイトとかフェイトゼロ。やっぱその冬って言ったらなんか、うん、やっぱ雪がやっぱりね、まあまあまあイメージ的にはね。それで言うと狼子供、ああ、雨と雪、雨と雪は、うん、もうすごい、あの山の、うん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 、雪山みたいなところ転がるシーンとかあったね。コロ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 して急に狼になってね。あ、そう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 、楽しそうだね、うんうん、お母さん大変そうだなと思いながらあったね、うん、そっかかな。そうだよね、まあ、パッと浮かんでくるのそんぐらいかね。そうですかね、うん、うん、まあ、あとは千と千尋が舞台化とか、はい、うん、まあ、最近実写化が多いですね。最近通貨もう、まあまあまあ、ずっとありますけど、うん、最近なんかこれあんだみたいな、ね、ね、誘惑ワンピース実写化です、ね、どうなる、答えすごいね。誘惑ってどっちなんすか、日本なんすか、海外、海外だ、海外、海外、日本、海外も人気あるんですね、誘惑。やっぱそのジャパンアニメーションは強いです ね、強いね。トグロどうすんだろうね楽しみだな、肩に乗っけんのか ねどっちも大変ですからね。そうそうそう、どれぐらいやるんだろうなってとこもありますけどね。まあ、千と千尋も大変なことはいっぱいありますよ。まあ、ありますね、はい、かまじいから、まあ、かまじいから、まあ、あと顔なしがね、そのいろんな形になりますから。確かに大きくなったりとか、神様たちとかね。去年だか一昨年のハロウィンで、うんうん、TWICE のジョンヨンが仮装で顔なしやってて可愛かったです。え顔に塗ったの？顔にあの仮面みたいなやつ塗ってすごいね、あの黒いなんか格好しましたね、かぶってね、面白かったですよ。すげーなーとかね、ユバーバーもいますから、うん、ユバーバーはねご本人っていうかね、夏木ご本人中の人がねご本人って言ったらなんかいろいろあれですけど、お部屋ありますけどね、そうですね、まあ、楽しみですね。楽しみですね、うん、じゃあまあ早速始めていきましょう。市川太一、鈴木亮太のミックスアップ。どうも、市川大地です。鈴木亮太です。この番組はお互いを高め合い、相互成長を目指し相互成長を目指し、ポジティブにアグレッシブに攻めていく発展型バラエティとなっております。可愛い感じに、はい、今週も兄弟番組の原神の2人からリレーの質問届いています。はい、ジェスチャーだけでサザエさんを表現してみて。とお、なんでですか。なんかなんでそれをしなきゃいけないんですか曲をジェスチャーだけで伝えるゲームをやったんだそうで、うん、あ、楽しそう。それでサザエさんのお題が出た時に、まあ元君曰く会心の
ジェスチャーが生まれた。あ、でもどうやら反則だったらしいですよ。まあ曲の歌詞に沿って、うん、やんなきゃいけないところを関係ない、まあ、雰囲気で伝えたと。ふわっとしてふわっとね伝えたというところなんですけ ど、ね、伝えるとしたらどうしますかっていう。でもこれもう大志さんなんか自信満々みたいですよ。もうそんなのもうこれでしょ。ねえ、これさえやっときゃもう分かるでしょ。これでもう出てくるでしょ。それかもうこれでしょ。そう、それそれそれ。あとこれね。これね、うん、簡単ですね。簡単だよ。サザエさんやっぱそうですよね、うんうん、すぐ出てくるでしょ。だから会心ではなかった。会心でもなんでもない。みんな浮かぶな。一番最初に、うん、まあだからその曲をねジェスチャーで伝えるというのが難しいですよね。確かにね、うん、お魚加えて財布を忘れたりとかね、うん、ドラ猫をかけたりとかね。そう、まあ、なかなか伝えるの大変だよ、ね、うん、ルールルルルーとかね。ルールルルルー、もうタケテンタケテンタケテンテッ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 とこだもんね。ですからね、寄ってくるやつだからね。難しいですかね。どんどん寄ってくるやつね。じゃあ、はい、じゃあやっていきます。ミックスアップ今回もよろしく。市川太一、鈴木陽太のミックスアップ。メールを読むコーナー、はい、そのまんまメールを読むコーナーです、はい、メール採用者には番組ステッカープレゼントいたします。早速紹介していきましょう。人よりさんです。ありがとうございます。市川さん、鈴木さん、こんにちは。こんにちは。毎回楽しく拝聴させていただいてます。ありがとうございます。以前の放送でおでんにご飯はありえないとおっしゃっているのを聞いて、うんうん、私の家庭との違いを目の当たりにしました。はい、おでんにはご飯が必須ですし、シチューもご飯にかけてカレーのように食べるのが当たり前でした。またカレーは母が軽くこだわっているので、うん、ルーだけでなくカレー粉をブレンドし、うん、必ずデスソースと鷹の爪を入れて作ります。うん、これも私の家が独特なのでしょうか。いや、味覚がちょっと怪しくなってきたぞ。自分の家の料理が当たり前だと思っていたがゆえにだいぶ衝撃が大きかったのですが、お二人は家庭内ルールと世間一般のギャップを感じたことはありますか、ということで、うんうんうん、あと僕シチューご飯にかけて勝手にやってましたね。うん、うん、うちもねかけてました。あ、本当ですか。なんなら、うん、それでなんか余ったシチューとかは、うん、それでドリアみたいにして作ってもらったりとかしてましたよ、うんうんうん、チーズかけたりとかね。でもおでんはやっぱりちょっとわかんないな。おでんは米いけんて。本当に、うん、お願いするもんね。親に、おでんで米はいけないよ。やっぱちょっとやっぱおやつ感覚が強いのかな。なんかね、そうなんだよね。ホットスナックみたいな。あ、そう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 。僕もなんならフライドチキンとかもちょっとご飯食べれないもん。ああ、まあ食べ、僕も食べれないことないですけど、うん、食べないから、うん。食べようと思わないもん。うんうん、例えばね、ケンタッキーとかにご飯がないですから。そうそうそう、そもそもケンタッキーと一緒に。ご飯いる？って言われたら、え、大丈夫ってなるもんね。そうですよね、不思議ですよね、うん、なんかとんかつとかはご飯いるのにとかね、唐揚げとかね、そう、定食で出てきたら普通に食べるのにね。フライドチキンだけね。そうそうそう、あ、家庭内、家庭内ルールでもそんななかったけどな、うん、なんだろうね、うん、家庭内ルールっていうかその、うん、お茶碗一杯分、そのおばあちゃんが僕食べ盛りだと思ってるから、うん、お茶碗一杯がとにかく多いのよ。だからすげえ食わされるっていうのはあったかな。いいことだよね、うん、っていう感じですかね。はい、うん、ありがとうございます。じゃあ続いてミックスアッパー日和さんです。市川さん、鈴木さん、こんにちは。こんにちは。前回の配信で解説上手であることが明らかになった鈴木さんに解説していただきたいことがあります。世間ではよく男女間の友情は成立するのかという永遠の論争がありますが、鈴木さんはどちら派でしょうか。持ち前の解説力で納得できる理由を教えてもらえると嬉しいです。あ、ちょっと解説の意味が変わってきたね。そうね、ちょっと違うな。ちょっとね、分かりやすく物事を説明することだと思ってたけど。そうなんですよね、うん、鈴木的にはなんか難しいですよね、その、うん、でも、うん、いるんで友達が、お、いるから、うん、まあ、成立するんじゃないですか。あ、なるほどね。いるっていうのはやっぱもう物的証拠ですから、まあ、存在してるっていうことがね、うん、なんかその子は、うん、
おじいちゃんと孫みたいな、うん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 、なんかそういうそういう感じなんですよ。そのじゃあ距離感的にはおじいちゃん側なんだね。あそう、あ今日も可愛いねみたいなそういう可愛さ、可愛らしい友達がいて、お孫さんね。あそう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 、なんかで私が何やっても笑ってくれるみたいな、あすごいなんか赤ちゃんみたいな感じでね、すごいいい関係だね。いやそうなんですよ、うん、だからねその子はやっぱ恋愛対象というよりかはやっぱなんか友達より孫みたいな感じなんでね。まあそうだよね、その男女の両方の価値観によると思うんですよね。いやもう、まあ、そうなんですよ、うん、結局は自分が成立すると思ってても相手がねその少しでもその横島な気持ちを持ってしまったら、そう多分だからそれ急にね均衡崩れちゃうし、分かってらっしゃるから多分鈴木さんはどちら派ですかっていう聞き方をしてくれたのはすごいありがたいなっていうふうにはそうそうそうどっちであるっていうその100はないからね。そう、うん、まあ難しい問題に切り込んできますね。あの違うベクトルの解説待ってます、うん、まあコメント欄にね書いてください皆さんね、よろしくお願いします。はい、じゃあ続いて、大井綾鷹さん、おじゃ市川さん、鈴木さん、こんにちは。こんにちは。最近静電気がすごくて冬が近づいたなと感じます。ああそうですか。私は冬になるとめちゃくちゃ静電気がすごくて、うん、ドアや人間に手が触れたりすると高確率でパチッときます。おひどい時には近くの人にも聞こえるぐらいのバチッという音と静電気の電気が見えるくらいの威力、すごいな。冬は好きですが静電気だけは許せません。市川さんと鈴木さんは静電気はひどい方ですか。電撃見えるぐらい、うん、ってやばくないですか。僕もできるよ。え、うん、雷の守護者の方ですか。僕はあのそうですね、変化系のオーラ持ってますね。へー、はい、いいな。昔あの冬とかになるとバスケットコートに、はい、そのコートの表面かなんかにね溜まりやすくなってるんですよね。え、で僕水溜まりみたいなこと、わかんないけどね、ボールでこうドリブルついてるとバチバチバチって溜まってくの体になんかもうその毛が逆立つみたいな感覚。え、ゴムなのに。そう、帯電してって人ピッてやるとピッてなるチクってなる何そのそクロコロバスケみたいなこと超次元的なバスケットボール。ドリブルでこうやってなんかボーってこうやってドリブルしてて当たってきたなと思ったら隣のやつにパチってやった。やば、その電撃ドリブルじゃないですかすげえ稲妻だすごいな。それはね冬の時よくやってたね。あ、うん、溜まりやすいかな比較的。僕ニット着なくなってからそんなにないかも。あ、もうニットもうすごいんで。確かにバチ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 だし、体がバチバチだし、ね、ムキムキになっちゃうんで体もね。そう、クマさんみたいになっちゃうから着なくなったらならなくなったな、ね。まあ、電車とかねよくなりますけどね。もしかしたらじゃあ人が電撃を放つ時も来るかもしれない、うん、僕も頑張ってねドリブルで多分1年ぐらいやってたらもう両手からバーンって出せるかもしれない。やばいなそれ。あ、超人になってください。はい、疑問質問耳寄り情報などどんどん送ってください。メールアドレスは mix@secondshot.jp です。たくさんのメールお待ちしております。以上メールを読むコーナーでした。市川太一、鈴木亮太のミックスアップ。俺たちのグローアップF おこの短時間でよくフリーザをね書きましたけれども、書いた、ね、さあ、さまざまな企画にチャレンジすることで相互成長を図っていくコーナーでございます、はい、称号もらってきましたね今まで、うん、おっとっとっと、ということで、はいはいはい、前回は数字が答えになる質問をぶつけて100にするミックスアップ100、不正があったやつね、不正ではございません、はい、うん、ねテストの最高点、ね、テストの最高点100点か、出るよ100点だったな。だけどアフタートークではもうお好み焼きのねちょうどいい、ね、2か3かみたいなね超いい質問をね投げましたけれども、よかったねあれね。まあ、今回はというと、うん、あるあるの心得家業編ということでございまして、早くも、はい、続編来ましたね。そうなんです、これあの
カルタみたいにしたいよねって話があったように、これからまあ阿行やったんで次家業に挑んでいこうということで、まあその声優アニメに関するあるあるをたくさん出そうねっていう感じです。じゃあ早速やりますか。もうなんかもう書いてません？うん、書いた。ちょっといいですか？はい。家業、辛いもの食べると心配されがち。それはもうだって声優は喉が自己ね、そのなんだろう、自分で好きで食べてたりとかするわけだけど、まあ罰ゲームとかにね、うん、激辛なんとか食べてくださいみたいな。そうだから声優さんにそんなことさせるのは良くないよ。だからスタッフさんも結構気使ってくれますよ。そう、なんかまあ事前に聞いてるからね、多分みんな大丈夫ですっていう範囲でやってるから、そこの気運は大丈夫やでっていう。これでなんか蚊出ないかな。なんだろうね、蚊か、カメハメハでし、あれカメハメハだったのかバカ野郎。なんか、うん、まあカメハメハっぽいけどな。うん、はいはい。声優さんです。うん、噛むと、シャバダバもう一回お願いしますっていう。シャバダバ。わかるね。なんかシャバダバ的な感じのもちゃもちゃって。なんかその言うよね。そう、もちゃもちゃって。すぐ止めないよね。そう。もう一回お願いします。ありがとうございます。もう一回お願いします。そうで、すぐもう一回につなげるっていうね、うん、感じです。あるね。はい。あと改変期ビクビクしがち。まあ番組とかね。番組続くんかな。確かにね。ラジオとかもそうですよね。うん、もうちょっと出します。ガンダムに出たいですね。ガンダムにも乗りたい、乗りたいですね、うん、まあまあまあ、ガンダムに乗りたい、パイロットね、やっぱりね、うんうん、夢ではあるよね。そう、僕の初めての、アニメのモブが、うん、オルフェンズだった、ガンダムの。そう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 、それでやっぱね、先輩たち見ましたけど、うん、やっぱ乗りたいんですよね。もう限られた人しか乗ってないですからね。そうなんですよ、うん、ガンダムはね、ぐらいかな。ぐらいが薄いけど、意外と家業って難しい。意外と家がね、家、うん、どれになりますどれしますか。噛むと、噛むとシャバダバ、うん、あ、D ですかがいいかな。じゃあ噛むとシャバダバ決まりました。シャバダバ、セリフの流れでね、お願いします、はい、すいません、お願いします、ね、じゃあ続いて、噛み方にも技術いるんだなって思ったね。続いて木でございます、うん、あ、これ声優業界じゃないですか、うん、はい、筋トレブームがしばらく来てる。すごいね、うん、最近ね、みんなやってると思います。みんなやっとる。これいいんじゃないですか、うん、これ結構いいと思うんですよ。あるあるでしょ。はいはい。金髪ツンデレキャラ負けがち。なるほど、まあ、ヒロインには勝てないと、うん、正ヒロインではないかな。あー、なるほどね、うん、お嬢様系なんだよね多分ね、大体ね。はい、これその新人を経て中堅になるその狭間の、うん、多分悩みなんでしょうね、これね、うん、帰宅時電車かタクシーこれはすごい、まあまあまあ、まあ、難しいラインなんですよね、うんうんうん、いや確かにその電車でもいいんだけれども、うん、でもやっぱ夜遅くなったりすると、まあでもタクシー乗るか、うん、いやでも結構お金かかるしな、うん、っていう悩む時期が来るはず、うんうん、知らんけど俺なんかがタクシー使ってそうみたいな、そう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 、そういうねとかね、そういうのとか、ね、あると思いますね、これね。はいはい。緊張からかマイク前で仁王立ち。どしっと構えてるようには見えるが、まあ今はね、なかなか大人数での収録はないですが、まあ、マイクワークというものがねありまして、自分のセリフを言い終わったにもかかわらず、はい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 、お前いつまでおんねんみたいな、台本見ちゃうんですよ。そうで、動き忘れるんですよ、で、おっちゃうね、で、トントンって、お前も終わったよで、変われってなる、で、静かに驚くってなるやつね。バトル系のアニメ、うん、強キャラの、うんうんうん、まあ、きっとこの戦いに勝つんだろうなって、で、死んだ嘘だろっていう優勢なやつね。そう、任せろっつってね、びっくりしちゃう、めちゃくちゃ押してんだ、だいね、そのバトルで才能に目覚めてね、新しいその技とかを発揮するんだけど、上には上がいるみたいな、ね、そう、取っといたやつも効かなくて、うんうんうん、結局死んじゃうみたいな、あんなに練習してのに
お兄ちゃんってことね。というよりかはもともとめちゃめちゃ強キャラなんですけど、もともとね、っていうですかね、はい、あ、もう OK ですか。はい、き結構出たよ。何がいいかね。いやでも金髪ヒロインかな。金髪ツンデレキャラ負けがち。ツンデレか、金髪ツンデレキャラ負けがちめっちゃわかるからそっちかな。そう、はい、でね、なんかあの何ですか、主人公の友人らしいポジションのやつといい感じになるやつね。余計だ、余計だ、余計だ、慰められてね、うるさいみたいなね。少女漫画系ですかね、うんうん、じゃあ続きまして、はいはい、くか、くはい、はい、まあ、あの声優っていうのはやっぱお腹の鳴りもノイズになります、うんうんうん、ということで、まあ、小腹を満たさないといけないですよね、うんうんうん、そんな時に茎わかめどうでしょうか。めちゃくちゃ説明必要なやつじゃん。茎わかめちょうどいいんですよね。カルタにこれあったらビビるわ。茎わかめみたいな。茎わかめ僕一時期大好きで食べてましたけどね。あ、最近食べてないな。茎わかめね、まあ確かにね、ちょうどいいんです。つまめるのはいいよね。知らないですけどクッキーでもいいですね、これね。ムロさんがチータラ持ってきたのはちょっと衝撃だった。ムロ元気さん。そう、スタジオにチータラ持って配ってたから。いりますか、チータラ。チータラ配り。そう。はい。はい。クール系頭脳派キャラメガネかけがち。ああもう間違いない。ああこれはいいです。これ会心です。うん、でデータに過信しがち。わかる。そうね。データを最終的に捨てがち。まあ、恋愛作品です、うん、クリスマス待ち合わせに来ない彼。これあるな、何があったんだろう、事故にあったんじゃなかろうかみたいなね、とかね、ちょっと訳ありな、その、ね、1個前のシーンでなんか声かけられてみたいなね、みたいな、で、うん、この2人はいい感じなんだけれども、うん、その昔ちょっといい感じだった女に街でばったり会って声かけられて、でちょっとなんか一悶着あるやつ。ちょっと勘違いされるやつね。そう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 。ホワイトアルバムやんけ。はい。はい。空港広いのにすぐ会えがち。まるまる。確かにね。待ち合わせてもねえのに見つけちゃうんですよね。あいつ今日でこの日本立つんだってよ。つってみんな走ってちゃう。すぐ会いがち。確かに間に合いがち。もう先輩方です、うん、車持ったら勝ち。これがもうやっぱり車乗りがち。いややっぱ先輩方はやっぱ車持ってますから、うん、車持ったらもう勝ちですわ。乗ってくってやつね。そのかっこいいんですよね、あれね、先輩のね。そんなところで、あ、以上ですか。じゃあ空決めていきますか。はい、空キワカメかな。やっぱそのやっぱジョーカーが欲しいですよ ね、 やっぱちょっとね、一個浮いたやつ欲しいよね。いいですか、うん、いいんですか。キワカメで、じゃあ、小腹が空いた時に食べます。キワカメでお願いします。はい、ありがとうございます。さあケに参りましょう。はい、ケ、お早いですよ、筆動いてますよ。ケか、ケ、はいはい、結婚に寛容になってきた。確かにね、ちょっと前はやっぱりもう、うん、みんなね、なんか報告してくれるようになってきましたよね。そうですね、携帯電話ガラケーの先輩ちょっとかっこいいですよね。あー、いるね、うん、スマホ使わないよって、いますね、かっこいいなと思います、うん、なんだろうな。どうしたんですか。ちょ、これじゃあもう嫌なやつ消してください。嫌なやつ出てきた。あ、ちょっと可愛いのやっておきましょうか、はい、あのね、誕生日とかケーキでお祝いされても食い切れないよねっていう、あります、うん、現場でね、 あるね、なんかもったいないなってなっちゃう時が結構あるんですが、みんなでつまんだりします、うんうんうん、ね、これくらいがいいですよね。いいね、いいね、やめときましょうね。いいね、そうね、結婚報告で。じゃあ寛容になってきた。寛容になってきた。あ、いいですね、うん、これはだからもう皆さんがあの寛容になってきたってことですから、そう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 、それがいいことなんですかね、うん、じゃあ最後です、うん、こ幻。今度ご飯行こうね。あー、社交辞令ね。結構幻なんですよね、これね。今度何々しようとかね。そう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 、今度どこどこ系はちょっと、まあもちろんあれですよ、まあ、実際に行かれる方も行く方もいるけどね、
でスケジュール具体的に聞いても何も返事ないあるんだ、ね、思い当たるこの曜日とこの曜日はねこの時間空いてるよとかねねえ何もなかったりしてね、最近増えた気がします、子供世代のキャラクターたちの活躍、まあ、例えば、まあ、ボルトとか今犬夜叉のねやつもやってますよね、こういうのは増えてきたんじゃないですか、偽物ね、うん、世代を超えてね、ジョジョとかね、あ、そうそうそう、いいですね、また仕掛けようとしてますね、いや別にそんなことない、そんなことない、普通アニメ系、はい、殺し屋スナイパー持ちがちいやゴルゴ13 ゴルゴやな、殺し屋スナイパー持ちがちゴルゴ、今東京 MX で再放送やってるかな、あ、やってんだ今、はい、はい、後輩いつの間にか増えがちいや間違いない、気づいたらこんないんだみたいな、そうですよ、もうだって僕の下に5代いますからね、ねえ、だから5代ってことはだいたい 4,5 人って考えたら20人近く後輩がいる、いや怖、事務所だけでもね、気づいたら一組ですね、そう一クラスですね、でまた春にはやってくると新たな後輩がやってくると、今のうちに目つんどかねえとなやばいやばい、ここだ、まだ挨拶したことない子もいるからな、そうですよね、ご時世的にな、そうですよね、最近もなかなか新婚とかもやれてないしね、これはやっぱ小腹が空いたら小魚とか小魚のやつ、ナッツとか、あれね、ナッツとか入ってるやつね小魚ダメです、これ食べませんか僕は食べません食べないな食べた。いや、とりあえずかけます。ダメ。良くない良くない良くない。じゃあこそっと。良くない良くない良くない。ダメだ。普通にダメだ。倫理観のない人ですか。普通になんか意味が両方なんかそのあるあるでもなんでもなかった。そうですか。はい。はい。こじゃれた店に行きたがる。誰のことですか。それは誰のことですか。教えてもらっていいですか。堀江俊ですね。あ、俊さんそうなんですか。やたらね、そうビュッフェとかね。ビュッフェいいですね。あ、もうこれ、あ、これかもな。来た。これかも。いや小林お。多いね。多いですよね声優ね。確かにね、うん。男女問わずいるね。そうそうなんです、うん。小林多いんですよ。うん、ま。子供世代か後輩か、子供世代はね両方にかかってんのよ、ああ声優さんも確かにな、最近ね、ああいるじゃない、確かに子供世代の活躍やない、子役だった人たちが今大人になりとかね、うん、あとその元々声優をやってる、あ、そういうことか、2世というか、そうか、子供お子さんが現場にいる、うん、お子さんがとかね、では子供世代の活躍で行かせてもらいます、うん、うわーすごいわ、うん、これはなんかいいのが できたんじゃないか、クリーンでしたね、クリーンだったね比較的今日は P はなかった、あ、でもやっぱそのさっき言わなかったことちょっと教えていただきたいですね、はい、ということでね、まああの成功でいいですかね、うんうんうん、はい、ありがとうございます、ということであの先ほども言ったんですけど、うん、いつかアニメ業界あるあるカルトを作りたいんですが、うん、まあ、我々だけではとやっぱり、ね、はいはい、限界があるということで、うん、だいぶニッチなものになってるからねそう今も茎わかめとかやばいですからね、うん、そんなところでですね、この企画を独立させてコーナー化して、はい、今この配信を見ているあなたからもアニメ業界あるあるを募集したいんですね、いいですね、ぜひ送っていただきたいんですけど、うん、あのアニメのあるあるでもいいし声優あるあるでもいいし、うん、もうあなたが気づいたあるあるは何でもいいんで送っていただきたいなと思います、うん、はい、募集するのは続いて作業になります、サシスセソの頭文字のあるあるをぜひ気軽に送ってください、はい、メールアドレスは mix@secondshot.jp でございます、うん、よろしくお願いいたします、よろしくお願いします、ということで以上俺たちのグローアップ F でした、んデスボール、石川太一、鈴木亮太のミックスアップ、石川太一、鈴木亮太のミックスアップ、お別れのお時間です。この番組ではメールを募集中です。ふつおた、オープニングでのトークテーマ、迷った時の石川太一宛てのライトな相談、プロリコの何でもクッキングのお題
俺たちのグローアップでの企画などなど各コーナー宛てのメールお待ちしております。カルタの方もよろしくね。そうね、作業でございます。そして作業でございますこの番組のアフタートークがニコニコ動画セカンドちょっとチャンネルにて公開されております、はい、こちらは会員限定です。番組支援の意味も含めてよろしくお願いいたします、うん、ということで、はい、うん、そっか、原神ブラザーズへの質問。原神かダメでしょ。ダメか、カットの部分でしょ。だってああ、まあ、ある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 関連で言うと、その小腹空いた時に食べる。ああ、じゃあ小腹あるあるね。小腹あるあるいやいや、何食べがちですか。小腹空いたらことかな、何食べますか、うん、にしましょうか。あ、ぜひお答えください。よろしくお願いします。どんな答えをするかは、原神の方も見ていただければと思います。お願いします。それでは今回はここまで。お相手は市川大地と鈴木亮太でした。バイバイ。